リチャード・ハリスはアイルランドの俳優。また、歌手としても知られ、1968年に発表したマッカーサー・パークは全米2位、全英4位を記録した。アイルランドのリムリック生まれ、息子のジェイミー・ハリスとジャレッド・ハリスも俳優になった。弟のダーモットはカサンドラ・ハリスの元夫である。名のアナベル・ウォーリスも女優。 アイルランド自由国リムリック市のカトリック系住民で、あるハリス家に9人兄弟の5人目として生まれる。父はイバンジョン・ハリス、母はミルドレッド・ジョセフィン・ハーティハリスと記録されている。幼少期にイエズス会の寄宿学校に送られ、学校ではスポーツに才能を示してラグビー選手として活躍した。一時はプロチームのギャリー応援フットボールクラブに参加を。 許されたが、結核を患ったことで、プロ選手への道は諦めなければならなくなった。それからもフットボールの熱烈なファンであり続け、役者として成功した後も、熱心に試合観戦を続けていたという。結核治療を終えた後、次の道を模索しながら、日々を過ごす中で、 映像の世界に携わりたいという思いが高まり、ディレクターとしての経験を積むべく一年発起して、隣国イングランドへと移住する。だが、制作過程を専門とする学校がないことを知ると、悩んだ末に、少しでも関連する分野ということで、演劇学校の入校試験を受けた。24歳の時に、王立演劇学校の入校試験を受けるが、不合格とされ、 セントラル演劇学校に至っては年齢制限を理由として門ん払いされた。それでも諦めずに学校を探し、やがてロンドン音楽演劇アカデミーの入校許可を得る。アカデミーでは熱心に学び、単行で働きながら稼いだ金で舞台上演を行うなど精力的に活動した。アカデミーの過程を終えると専業の舞台俳優として劇団に参加。 長い下積み生活を送った。1958年に映画デビュー。1963年の孤独の報酬ではカンヌ国際映画祭男優賞を受賞しアカデミー主演男優賞にノミネートされるとハリウッドに進出し憧れの存在だったカーク・ダグラスの知域を得た。そのダグラスの推薦で大作ミュージカル映画キャメロットに主演した。以後、 知的さと男臭さを伴わせた演技で、ジャガーノート、カサンドラ・クロス、ワイルド、ギスといったアクション映画を中心に活躍した。1980年代に入って、アルコール依存症及び薬物依存症から低迷し、映画からは遠ざかるが、それを克服し、以後は舞台を中心に活動を続けた。1981年には、ナイトの称号を授かった。 1990年の映画、ザ・フィールドでは、土地に執着する初老の農夫を演じ、孤独の報酬以来27年ぶりに、アカデミー主演団優勝に、ノミネートされた。以後、許されざる者や、グラディエーターといった作品で、主に貴重なバイプレイヤーとして、再びスクリーンに登場することが増えた。私生活では二度結婚している。1974年に映画、 殺し屋ハリー、華麗なる挑戦で共演したアンターケルと結婚、数本の映画で共演したが、1981年に離婚した。映画化された、ハリー・ポッターシリーズの一作目と二作目で、魔法学校の校長をアルバス・ダンブルドアを演じた。2002年にホジキンリンパッシュで死去し、ハリー・ポッターと秘密の部屋が異作となった。ダンブルドア役の公認には、家族側は、 ハリスと生涯の友人であったピーター・オトゥールを希望したが最終的にハリスと同じアイルランド生まれのマイケル・ガンボンが演じた2003年には英国インディペンデント映画賞がハリスに敬意を表しリチャード・ハリス賞を設立した2006年9月30日には長年計画されていたハリスの等身大銅像がアイルランドに設置されたありがとうございます